ジョンジュ・シェルベイは、イングランド・ロンドン・ロムフォード出身のサッカー選手。ニューカッスル・ユナイテッド FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。チャールトン・アスレティック・アーセナル FC、ウエストハム・ユナイテッド FC の下部組織を経て、チャールトン・アスレティック・ FC の下部組織と契約した、シェルベイは、2007から08シーズンに、アンダー18チームで、カップ戦含めて23試合14得点を、 記録する活躍を見せると、2008年4月26日に、フットボールリーグチャンピオンシップのバーンズリー、FC 戦で、トップチーム初出場を飾り、ポールコンチェスキーの持つクラブ最年少出場記録を16歳59日に更新した。さらに、2009年1月3日に FA カップの乗り地、シティ FC 戦で、前半20分に初得点を挙げたことで、 ピーター・リーブスの持つクラブ最年少得点記録を16歳3 1 0日に更新した。偶然にもリーブスの記録は43年前の1966年5月にの理事選でのものだった。その才能からプレミアリーグの複数クラブが関心を寄せる中、17歳の誕生日である2009年2月27日にチャールトンと2年半の契約でプロ契約を締結し、 4月1日のサウサンプトン FC 戦でリーグ初得点を記録。9月5日に契約を1年を延長した。リバプール2010年4月28日に積金170万ポンドでリバプール FC と5月10日からの加入で契約し、9月22日にアンフィールドでのフットボールリーグカップのノーサンプトンタウン FC 戦で途中出場から初出場を飾った。 2010年10月21日に UEFA ヨーロッパリーグ2010から11の SSC ナポリ戦で初先発フル出場を果たし10月24日のブラックバーンローバー,アーツ FC 戦で78分からリーグ戦初出場をした2010から11シーズンは出場15試合全部で途中出場ながらも出場機会を得ていたものの2011から12 シーズンは出番が訪れなかったため、2011年9月29日に2部のブラックプール FC へ期限付き移籍をし、翌日にブルームフィールドロードでのブリストルシティ FC 戦で初出場を飾る。11月3日にアウェーのリーズユナイテッド AFC 戦でプロになってから初のハットトリックを達成した。ブラックプールには2011年末までの滞在の予定だったが、 ルーカス・レイバの長期離脱や、スティーブン・ジェラードの負傷により11月30日にリバプール復帰が決定し、翌週末のアストンビラ FC 戦にプレミアリーグの舞台で初先発出場を飾り、2012年1月6日にアンフィールドでのオールダムアスレティック AFC との FA カップ3回戦でリバプールでの初得点を挙げた。その後、 あまり出場機会を得られていない状況から2月に2部のミドルズブラ FC への期限付き遺跡の話が持ち上がったがシーズン終了まで滞在することとなり5月8日のチェルシー FC 戦で30ヤードからプレミアリーグ初得点を記録した2012年7月10日にリバプールと長期契約を締結し大きな期待を寄せられたシェルベイは9月20日に UEFA ヨーロッパリーグ2012から13の BSC ヤングボーイズ戦で途中出場から2得点を挙げて早速期待に応えるべく活躍を見せた3日後のマンチェスターユナイテッド FC 戦でジョニー・エバンズに対する危険なタックルにより前半で一発退場をしたことでチームの敗因の一つとなる場面も見られたが10月4日に UEFA ヨーロッパリーグのウディネーゼカルチョ戦、11月22日のヤングボーイズ戦で得点を重ね、12月10日にウエストハムとのリーグ戦では、ルイス・スアレスの不在により不慣れな前線に起用されると、得点こそ上げられなかったものの、得点に絡む活躍を見せ、試合後にブレンダン・ロジャーズ監督から絶賛された。スウォンジーシティ2012から13シーズンは、 ところどころで活躍を見せていたが、ジェラードとの定位置争いにより、出場機会が限られており、そのために多くの出場機会を望んだことで2013年7月3日に移籍金500万ポンドで、スウォンジーシテ AFC と4年契約を締結した。9月16日のフルスリバプール戦で移籍後初得点を挙げ、道の得点をアシスト提供する一方、自身のパスを二度も奪われて、 ダニエル・スタリッチとビクター・モーゼスに得点を許してしまった。2015年7月8日、スウォンジーシティ AFC と新たに4年契約を結んだことをクラブの公式ツイッターで発表した。ニューカッスル・ユナイテッド2016年1月12日、ニューカッスル・ユナイテッド FC への移籍が発表された。契約期間は5年半。4日後のウエストハム・ユナイテッド FC 戦でデビューした。 2016から17シーズンは8月27日のブライトンホーブ・アルビオン FC 戦で移籍後初得点を挙げた。12月にウォルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC のロマン・サイスに対する人種差別発言で5試合の出場停止処分と10万ポンドの罰金処分を受ける。同シーズンは47試合に出場し、チームのプレミアリーグ復帰を助けた。 2017から18シーズンは背番号を12番から8番に変更した。8月13日のトッテナムホットスパー F c との開幕戦では先発出場をするも、後半立ち上がりにデレアリを踏みつけたことで一発退場を受けた。2007年に U-16 代表の首相として参加した。 ビクトリーシールドで3試合3得点を挙げ、翌年のモンテ牛国際大会では、全4試合に出場して、優勝に貢献した。2008年10月の U-17 エストニア戦で、U、U-17 代表初出場、初得点を記録している。2010年9月の U-19 スロバキア戦で、U、U-19 代表の首相として初出場を、飾り、 フリーキックにより初得点を記録。また、同カテゴリーでは2得点を挙げている。2011年9月に UEFAU-21 欧州選手権2013予選の U-21 アゼルバイジャン戦で初出場、初得点を記録し、同試合の最優秀選手に選出された。イングランドの各世代別代表をプレーしていながらも祖父母に アイルランド人とスコットランド人を持つため、アイルランド共和国代表のジョバンニ・トラパットーニ監督とスコットランド代表のクレイグ・レベインから接触があった。しかし、2012年10月8日に負傷したフランク・ランパードの代役として 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のサンマリノセントポーランド戦に向け、ロイ・ホジソン監督の下でイングランド A 代表に初招集され、 10月12日のサンマリの戦でマイケル・キャリックに代わり後半から初出場を飾った。若手ながらスキンヘッドと年齢に見合わない風貌の持ち主であるが、これは彼が幼少期に発症した反発性脱毛症の影響である。2013年8月にシェルベイト婚約者で元 S クラブ8のデイジー・エヴァンスは2014年初旬に 子供が誕生する予定と発表した。ありがとうございます。